禁断の地ベルゼリア、古の時代この世界を闇に閉ざそうとした魔族が封じられたとされる土地である。その地下にある闇の神殿の中では禍々しい石像に囲まれ、松明の光に照らされた巨大な祭壇が不気味に浮かび上がっていた。その祭壇には一振りの体験と、左右にリアナによく似た二人の少女が立ち尽くしている。そして祭壇の前に立つ刻意をまとった男の口から発せられる詠唱は、魔剣の復活が近いことを告げていた。偉大なる闇よ、すべてを包む闇よ、今お前の時代が来た。少しの間じっとしていてもらうぞ。お前たちの力が必要なのでな。なあエグベルト、陛下のご命令だからこそこんな場所まで出向いたが、本当に封印は解けるのか？陛下には確固としたお考えがあるようだ。今はボーゼルに任せて封印が解けるのを待つとしよう。でも驚いたよ、リアナが双子だったなんて。幼馴染のオイラも知らなかったよ。彼女らは光の巫女と闇の巫女。ラーナは幼い頃すぐにボーゼルによって光の神殿からさらわれたのだ。それじゃボーゼルはその頃からこの計画を考えていたのか？光の巫女によりアルハザードの封印を解く。それだけでは不完全だ。闇の巫女の力を剣に注ぎ、よって魔剣はその力を取り戻すのだ。剣に眠るし魔の力よ、光はその力を失い闇を縛る戒めは解けん。今剣は秘めたる力のすべてを取り戻さん。いや、ハーストグワーク、ウブグラムアイアルハジム。魔剣の封印が解けたのか？さすがはアルハザード、すさまじい魔力だ。これこそ我が闇の剣アルハザード。これさえ手に入ればもはや帝国と手を組む必要もない。なんだと？闇の王子と呼ばれるこの私が本気で帝国に仕えるとでも思っていたのか？いでよ我が下僕ども。お呼びでしょうか、ボーゼル様。ソニアよ、アルハザードは手に入れた。だが儀式のせいで私は疲労が激しい。私に代わって帝国を討つのだ。このロッドはもういらぬ、お前にやろう。はっ、ボーゼル様。まさかソニアが。ボーゼルからアルハザードを奪うぞ。この世を闇に閉ざすわけにはいかない。そうだよ、世界が闇に覆われるなんて、いくらオイラだって怒るんだからね。総員に次ぐ、アルハザードを取り戻す。私たちを苔にした償いは高くつくわよ。そうとも、我々を利用しようなど100年早いわ。そう慌てずともよい。これくらいのことは我が予測のうちだ。だからこそお前たちを同席させたのだ。さすがだな。では期待に応えてみせよう。ソニア。そうか、
ソニアはローガの妹だったな。兄弟同士で血を流し合うのは辛いだろう。戦わずに済むよう説得してみてはどうだ。すまねえ、協力してくれ。よし、みんな、ローガがソニアのそばへ行けるように協力してくれ。仕方ないね、手を貸してあげるよ。俺の邪魔をするな。やめろソニア、闇に力を貸して何になる。お兄ちゃん、分かっているのか。その剣でボーゼルがすることは恐怖の世界を作ることなんだぞ。でも私は。何をしているソニア、そんな虫けらの言うことなど聞く必要はない。ボーゼル様、人間など我々魔族にとって所詮は取るに足らぬ存在。そんなものの言うことに惑わされるな。ボーゼルめ、もう私の前に現れないで。お兄ちゃんも他の人間と同じ、私のことを分かろうとはしてくれないわ。ソニア、天空を巡る星々よ、私は人に利用されるのが大嫌いなんだよ。うわぁ、己、人間め。天空をめぐる星々。受けてみるがいい。流星派。その程度でこの足を止めることなどできんぞ。よ、よくも。ボーデル、もう逃げ場はない。覚悟しろ。人間ごときがここまでやるとはな。正直言って恐れ入ったぞ。だが今の私にはアルハザードがある。果たして貴様らにこの私が倒せるかな。こっちにだってラングリッサーがある。負けるものか。これからは我が闇の一族がこの世界を支配する。人間など我々の下僕に過ぎん。さあ殺せ、殺し尽くすのだ。風よ、集いて竜巻となれ。
人間などはおとなしく食われていればいいのだ。たける炎の力よ。人間は我々の土地を奪った。復讐する。灼熱の炎すべてを飲み込み、貴様がソニアを利用しているのか。ソニアは自分の意志で私に従っているのだ。そういう意味で私に剣を向ける貴様よりはよほど利口だと言えるな。なめるなよ。疲労しているとはいえ私にはアルハザードがある。人間ども、特に光の末裔には何度も苦い思いをさせられたが、今度こそそうはいかん。さあかかってこい。地獄へ送ってやろう。俺の一撃を受け切れんか。うわ、この波動は今頃現れたか、光の末裔どもよ。ボーゼル、生きていたのですか。遅かったな。アルハザードはこの通り復活した。お前たちもまとめて倒してやろう。アルハザードは闇の手に、ラングリッサーは帝国の手に、私たちに勝ち目はあるの？とにかくやってみるしかねえな。そうね。このまま戦いを見守っていたら、どちらかが両方の剣を手に入れることになるわ。それだけは絶対に防がなきゃ。その通りです。帝国も闇もどちらも倒さなければなりません。光の末裔がまだ行動しているとはな。まあよい、今はアルハザードを奪うことが先決だ。光の末裔どもまで現れるとはな。だが帝国と共に潰すだけのことだ。さあボーゼル、アルハザードを渡してもらうぞ。ほざけ、人の子が。そう言っていられるのも今のうちだ。愚か。闇の力よ。くわっ、儀式のせいで力が出ない。不本意だが、ここは引くか。人間ども、今日は運が良かっただけと思え。私の魔力が戻ってからは貴様ら人間など根絶やしにしてくれる。待て、ボーデル。くそ、アルハザードを手に入れ損ねたか。復活したアルハザードがボーデルの手に渡ってしまうとは。なんとかしないと。くそ、最悪の事態だぜ。ここは一度
体勢を立て直すか。このままでは勝ち目はありませんね。一度引いて策を考えるとしましょう。ダークプリンセスの様子がおかしいぞ。そうか。ボーゼルに手傷を負わせたことで、彼女を操っていた術が解けたのだろう。姉さん、ランダ姉さん、リアナ、どうして、ここは。大丈夫か、ランダ。しっかりしろ。レオン、どうしてあなたがここに。あ、そうだわ。私はボーゼルの術で、闇の力は、ランダ姉さん大丈夫？じっとしているんだ。あれだけ強力な術を受けていたのだ。無理はするな。後で、レアードに城まで送らせよう。それより、ボーゼルは。ふん。光の軍も闇の軍も、共に逃げ出したようだな。あとは、どちらから追撃するか、だな。エルヴィン、お前に判断を任せよう。戦局を考えると。封印を解かれたアルハザードを奪われたままなんだ。今は一刻も早くボーゼルを追うべきだ。賢明な判断だな。だが、アルハザードに対抗するためには、ラングリッサーの封印を解く必要がある。なんだって？ラングリッサーの力は、まだこんなものじゃないというのか？当たり前だ。聖剣の力がそんなものだと思っていたのか？幸い、封印の巫女も二人とも揃っている。あとは触媒であるホーリーロットがあれば。それならば、レアードに命じて探させよう。ディアナ、力を貸してくれ。このまま封印を解かれたアルハザードを、ボーゼルに奪われたままにするわけにはいかない。でもアルハザードを取り戻したら、ラングリッサーにももう一度封印をさせていただけるのでしょうか。姉さん、約束しよう。わかりました。協力しましょう。ありがとう。あとはボーゼルを追って闇を滅ぼすだけだな。ラングリッサーの封印を解いたら早速出発するぞ。我が魔力、堪能していただけたかな？